はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、どんな回でも真珠を作ることはできるのかということです。ですね、真珠ができる回は綾子貝だけと思われていますが、実際貝殻を持っている貝なら、どのような貝でも真珠を作ることができるんですね。アサリやハマグリだってできると。しかしこうした貝にできた真珠は真珠のあの光沢がないんですね。なので真珠としての商品価値がないということなんですね。価値がある真珠は綾子貝、アコヤ貝、クロチョウ貝、イケチョウ貝などがあるということです。